草。ああ、そういえばね、あ、やべ、ミスター、ちょっと、見に行くべきだった。粗品さんがさ、組体操の話してたんですけど、めっちゃ組体操で、なんかガリだったから、なんか、自分がいない、その組体操が結構あれになってたみたいな。下の方にさせられてたみたいな話だったんですけど、僕もね、組体操でエピソードあって、めっちゃ面白い話あるんですが、ああ、時間ないか言えないな、くっそおかしい。おぉ。ナイス。白。白い。アドミンちょっと見ました。何ですか、この一票。高っ。あ、別にめっちゃ面白い話もないんだけど、白クリーチャー、白クリーチャー、僕さ、なんか身長は前から3番目ぐらいだったけど、一番小さいわけではなかったから、ナイス、ナイス、いいボタン、このボタン35秒いや、32秒あ、だったライターです、嘘です下がるの早っ、本当にライターじゃなさそうだったな、今の感じあ、パンカー最近ひよってんだよな、なんか前だったら通してた、このままライターで組体操で、こう肩を組んで、あれオンになってね。やべ。あれこのモッドないのか。気まず。何も言わんとこ。まあ、配送にしなきゃいいか。そんななんか、ガチって感じじゃないだろうし。いや、わからんけど。とこ一緒になんかできる設定がモッドによってはできたんだけど、はい、まだ、はい、モッドさん、エレキ奥に、インポスターはいない、伊豆さんです。おえ、あ、ライター使用します。伊豆さんが透明になってるのが見えてます。さあハハ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 、まあ、最終時ストレージ上っすね。で、僕ちょっと容疑者1なんすけどの前提から入るつもりだったんですけど、どうやら終わってしまったようですね。ライター対抗しようない、あーないかな。大阪ライターの線を追わなくていいですかね。あ、わかんない、もしかしたらパン君ライターかもしんないから違ったの反応精査されとったんやんけ俺肩をね、組んで、なんか三段ピラミッドになる、やつなんですけど、僕、身長的に2番目マイカ3番目ぐらいの身長だったんで、その2段目ですね。一番下に4人肩組んで、その上に2人肩組んで、その上に乗るみたいな感じだったんですけど、で、僕がちょっとあまりにも、その支えられなすぎて、その上の人、貧弱だから。で、結局ね、どうなったかっていうと、僕はね、昔からひょろがりなんで、僕はね、一番上になりました。僕より背ちっちゃい人に、この、下をやらせるという情けない構図になった。
しんどい。卒業アルバムとかにもね、残ってるね。ちはやさん。いました？バブルケーキさんぐらいしかできなくないって思っちゃうけど嘘です。わかんないです。ありがとうございます。いや、先端夏目、高垣パン君で多分リアクター直してて、スナパイさんボタンだから、はい、まあ、もうリアクターバブルケーキ直したんですけど、あ、いたわ、ごめんなさい、もう全部聞かなかったことにしてください。はーい、じゃあスナッパーさんじゃね、まあ、俺になりそうだね。うん、じゃあ俺じゃないんで、俺以外でできそうな人っています？多分だけど今多分まあまあな時間は経ってたと思うから、後半ずっと一緒にいる感じのイメージでいいかな。はい、そうですね、後半ずっと一緒にいるイメージです。くんと、飛び出しうん、リアクターアッパーさんと高木さんと僕が4人で、あの十字路にで挟まれてました、ずっとリアクターの後。そうですね、ドア閉まったから挟まれてて、その後3人が上上がってったけど、僕リアクターにもう一回戻ってタスクしてました。夏目先生はアッパーにいるのは確認してます。あれ、夏目先生と俺ってエレキで一緒になんなかったっけ？それ言おうと思ったんですけど、その時千谷さんもいたはずなんで、スナッパイさんが怪しいっていうのは納得です。夏目視点からも。夏目先生、その後アッパイはどういうルートで行ってる？リアクターが鳴ったタイミングがエレキ内で 出ようとした時になって、うん、で十字路待機で合流したタイミングで上から結構人は来たんで、ガン無視して夏目は任しちゃって、アッパーで高木さんに合流、壁の扉で挟まってる時にさっき言った後続が来た。あ、そうですね、夏目先生下から来た感じでしたね、確かに。アッパーには、うん、だから、そうそうそう、その夏目先生も言ってるけど、エレキにいたんですよ、千早さんって。だから実時点では夏目先生しかできないかな。ロラで、うん、お願いします。はい、ほい、キルクル、まあ、カチカチ的に厳しいんじゃない？次行きましょう。俺でもキルクール上がってたで。あれやん、はい、ジジイ、はい、クソギョースでもライターが輝けるのこのレギュレーションぐらいだから確かに。ついてない、汗ついてなかったな。え、伊豆さん、俺最後俺の目の前まで来てました？はい、行きました、行きました。あ、だよね、だよ、人がいないところを探して、そこ最終地にしようと思ってたんで。あー、なるほどね、坂、あ、そっか、死人を探してたって感じ。あ、そうです、そうです。